はい、見るだけよ。疲労回復に国産豚レバー229円の半額っていうことは115円。こんなん食ってええんかい。腹痛いん今日ほんまにマジ腹痛いのに、こんなんまだ食べるかっちゃう。その賞味期限も過ぎとる。過ぎてるのも一晩だけです。さすがにレバーはそんな何日も超えたやつ食べられない。ライブですか。え、まだあるで、まだあるぜよ。まだあるぜ。着いたぜ。怖いわレバーなんか、ほんまに。豚レバーって何？豚がレバーやん。怖いな。命に保証なしやな、こりゃ。疲労回復に言うてもらわすよ。ん？怖すぎる。豚レバーって。やめとこうか、払いたいときに。あの、うわ、何これ、なんか下に引いた。もうね、なんかね、一気に作って、いっぺん食べられへん量を作って、ほんで、分けて食べて、ほんで、分けて食べらんと、そのまま痛ますのがちょっと続いとってね、よし悪しやな思ってね、ほんまに。わけわからんと張り切って作りますやん。けど、それがね、食べられないんですよ。うん、まずすぎて、美味しかったら食べんねんけど、まずすぎて食べられへん。はい、見るだけに、塩かけるんかね。え、なんか下処理いんの？いらんよね。洗うん？洗うんやった？マジか、洗うか。レバーだけに。一回洗おうか。もう遅いか。もう遅いか。やっぱ洗おう。今急に思いついた。なんかレバーあるてはるイメージある。洗おう。もう遅い。もう遅いか。もう遅い。もう遅いか。これも一回拭こう。もう遅い？いかに外のお店でもちゃんとしてるかしてへんかでね、ほんまに。ちゃんとしてへん店やったら食べたらあれやけど、ほんま怖いでね。ホルモン屋もいっぱいね、増えてるけど、ほんま怖いよ、実際。聞いとってる注文の。めっちゃ手間かかるらしいっすよ、なんかホルモン。それをね、どこまでほんま手間かけてくれてんのかわかりませんやん。焼いたやつ見とったら。
ようこんなホルモンが流行ったもんやね。めっちゃ安いんやろね。ホルモン言うぐらいからね。ほんでホルモン。ホルモン言えへんね。大阪だけにホルモン。ホルっていうのね。捨てるっていう意味ですわ。ホル、捨てる。捨てるもん。ホルモン。みんな知ってるで。けど私の好きな味かも。匂いが好きな匂いやわ。豚ホルモン。絶対的な欲求や。レバーいた肝臓か。怖っ。けどレバーが美味しいってね、ありえへん。レバーで。どこまで欲が出たらいいやろか。あ、今日これもなしや。心情の都合で。どこまで欲が出たらいい。こんな外で食べてこんだけ焦がしてるんじゃあれへんもんね。っていうことは火は通ってるいうことか。けどよく焼きじゃないと気持ち悪いもんね。品評価品評価見極めようか。見極めよう。よし、よし行くぞ。こんなん出ました。ちょっとまあゆっくり言われますか。もうちょっと哀れへんかもしれません。すんません。大きに見てもらってすんません。大きにチャンネル登録お願いします。もしまた見たのを持ってくれる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。